クレームを一切受け付けません。はい、ということでやってまいりました、はい、中曽根泉のクレームは一切受け付けません、今回はですね、スカイフェスの会場からさまざまな大物のアーティストに、ここにね来てもらってお話を伺っているんですけれども、今回もまた素敵なアーティストが来てくれました。もう本当にもうこの方も私大好きな人です。お呼びしましょう。ブルー言えるかな。ブルーヒルクライムトクちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お呼びしましょうっているよ。いるんよ。なんなら一緒にやったんよ、ね。ということでね、ヒルクライムからトクちゃん来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にもうはぁ、もうなんかね嬉しい。なんかね、うん、あの自分たちで作ったフェスに、はい、もうお友達が来てくれるなんて、うん、こんなにいいことあるのかなって。いや、お友達と言ってくれるのが本当嬉しいです。いや、もう全然もう友達も何なの、ブラザーだから会ってる機会は少ないはずなのに。いや、そうそうそう、なんだけどいつの間にかめちゃくちゃ仲良くなってるかな。そうそうそう、だってあの、ウラハ、ウラハ、はい、ウルハ、あ、ウルハ、ウルハ、ウルハか、うん、で、うちが住んでる市が、あの、ウルマ市なんだよ。あ、だから最初になんかね、あの、Tシャツをいただいたんで送ってもらって、それで、え、ウルマって思って、え、とっちゃんやべえなみたいな。そういうことだったね。 あいつやべえなあの、ね、自分 の、 あの住んでる土地まで調べてくれてT シャツ送ってきてくれたって思ったら、いや、よくマネージャーがそれ、いや、よく見たらうるま市じゃないかってなって、あ、でもすごいかっこいいねってなって着やすくて、あ、よかったです。ずっともう色あせるまで私リピートしてるから。あ、ほんと、あ、嬉しい。いろんなところで、あ、とっちゃんの来てくれてるって特茶のファンが言ってくれるんですよ、うんうん、そうそうそう。いや、嬉しいの。で、とっちゃんとはね、あの一緒にフィーチャリングさせてもらって、そこからすごい仲良くさせてもらってるんですけど、実際あの徳ちゃんのツアーとかに伺ったりして、そこから徳ちゃんのファンの方が HY のライブにも実際足運んでくれて、うんうん、で、私あのヒルクライムのファンで、あの泉さん見て、あの沖縄行ってみたいと思って、それで来ましたとかっていう方も中にはいて、なんかすごいな、本当にもうファンの方もすごい一緒で、うん、確かになんかこういうなんか身なりだと、なんか結構ね、イケイケな感じの若者たちがあのファン多いのかなと思いきや、じゃないよね。じゃないですね。結構家族層も多くない？そうですね、今日改めて思ったんですけど、うん、あの同い年ぐらいの同世代の、うんうんうん、まあ、お父さん、うん、お母さんたちが熱唱してて、そうなの、みんなここやった。多分隣で子供びっくりしてたね。そう、しかも沖縄ならではの乗り方で、あ、そうなの、口笛挟んできたりとか、ウィーウィーみたいな、あんまり聞いたことない感じだったから、あ、そうなんだ、すごい、あ、深く浸透してもらってるなって思いました、うん、みんなもうすごかったもんね、声もね、わーみたいなね、びっくりしました。今回はですね、いろいろアーティストを呼んで、その人の意外な人間関係とかをこう掘り下げて聞いていきたいなっていうコーナーなんですけれども、うん、はい、まあ、徳ちゃんね、今もうデビューしてどれぐらい経ちます、はい、2009年だから14年経ちました。14年もまあこの業界にいれば、まあ、いろんな著名人の方とねいろんなね、こともあるかと思います。まあ、言えないこと、言えないこと、言えないこと、ちょっと言えること、言えよね、はい、あったと思うんですけれども、はい、まあ、この中にいろんなことが書かれている紙があります、はい、それを引いてもらって、それをお話ししていこうじゃないかと。わかりました。ほいっす。はい、じゃあちょっと読んでいただいていいですか。実は〇〇な人。実は〇〇な人、ギャップ的なってこと？あ、いや、どうだろう、ギャップがあるかどうかわかんないんですけど、うん、まあ、新潟県の著名人で、うん、ヒカキン、あー、ユーチューバー、まあ、これユーチューバー書いてるんですけど、うんうんうん、ヒカキンくんが十何年前だろうな、10年前ぐらいに知り合って、そこから最近あんま会ってないんですけど、うんうんうん、あ、仲良くさせてもらってるんですけど。あ、そうなんだ。ほんと、たまに集まって、うん、まあ、でも最後に会った3年前ぐらいかな、うんうん、彼もすごい忙しいし、うん、新潟じゃないので、うんうん、今住んでるとか。あ、そっかそっか。ただ一回県人会みたいなのを自分がやった時に来てくれて、うんうん、それでちょっと話、いろんな話をしたんですけど、うんうん、あの、どういう映り方を皆さんにはしてるかわかんないですけどYouTube だから言うと、うん、なんか話してて、うん、
日常の全ての光景が、うん、もうすでに視界にここに YouTube のアイコンが入ってるって言ったんです。やっぱそうなんだ。だからもうなんだろうな、全てが動画の素材として見てるって言ってて、常にね。それはもう聞いた時にちょっとゾッとして、自分だったらって考えると、まあ編集とかも超大変じゃないですか、うんうんうん、それがもう日常生活に浸透してるレベル、視界のここに YouTube が入ってるって相当すごい。相当だから本当に、じゃあ友達と今日はオフで遊びに行こうってなっても、うん、常に何か起きたことを、あ、これ YouTube 使えるみたいなことですよね。それってもう、うん、なんていうかな、もうすごいかっこいいなと思って、うん、愚道者、うんうん、その道をなんか極めようとしてる人の、うんうん、最たる例だなと思って、だからああやってすごいパブリックにポップに見えるけども裏では、うん、もうまあ分かると思うんですけど、うん、めちゃくちゃ努力してやっぱね、あんだけのね人にご応援されるには、うん、もうそれ以上のものを本人がね、うん、そうだから進めてやってないとね、最近ならないもん、ね、ほら YouTuber 流行ってるじゃないですか、はいはいはい、動画配信が流行ってる、うん、んですけど、例えば若者で YouTube やりたいんですよみたいな子がいたら、うん、俺多分止めちゃう。あ、そのなんか極みみたいなのを見たから、はいはい、うんうん、これぐらいの人じゃないと多分厳しい世界なんだろうなっていうのを見たっすね、うんうん、まあ、なんか最初こそ例えばじゃあ好きで飛び込んでって、うんうん、もしかしたらそれが何かのきっかけでバズってっていうのがあるけど、それって多分その人に起こる1回だけのミラクルじゃん、うん、そっからはもう自分でやっていかないといけないから、それをね、持続の、そう、動画配信の一番すごいところは継続、うん、そのまあ週何本か必ず上げるとか、うん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 、それはね、曲作りってそれができないじゃないですか、うんうん、はっきり言って1年間で何百曲作るなんて無理だし、うんうんうん、でもそれを絶対やらなければいけないっていうのが、うん、すげえなーって。すごいよね、本当すごい。私もできないから本当すごいと思う。そういう人は逆に、でもそれが本業じゃないですか、うんうん、まあ、そうだよね。うちらは音楽があっての YouTube 配信だったりするけど、うん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 、やっぱ本当それ専門でやる人たちはマジ愚道者だなと。トクちゃん結構そういう系かなって感じ。本当なんか分からん、私から見たら意外となんか本当にこう見えてて、うん、それこそなんかちょっと根が真面目じゃないけど、真面目真面目、真面目じゃないけど、なんか結構本当になんかチャラそうに見えて、うん、なんかふう何でもやっちゃうみたいな感じしてて、結構なんかちゃんと見据えて、そうです、で考えてるし、なんかブレないで、なんかねこう持ってる芯がある人だもんね、ちゃんとね。あ、剣道やってたんですよ、うん、あ、そうなんだ。 それで結構礼儀作法から、うん、まあ親合ってるじゃないですか、うん、あ、そうそうそうね、あの人が父親が、うん、まあ先生だったり、剣道の、うん、だから家から厳しかった。あ、そうなんだ、うん、なんかそんな両親には見えないけどね。でしょ、最近はね、うん、あ、まあ、やっぱだから年取ってきて丸くなってきたけど、40代50代の時はもう本当に。じゃあ若い時にさ、逆にさ、徳ちゃんがさ、いろんな、なんかじゃあ歌手になるみたいなさ、うんうん、なった時にお前何言ってんだみたいな感じはなかったの？ね、大学出て新卒で就職したんだけど、うんうん、3ヶ月でやっぱ諦めなくて、うん、切れなくて音楽でやってくって、うん、両親に伝えに行った時、うん、母親は、好きなようにやりなさいと、うん、父親は何も言わなかった、本当言葉を発しなかったというか、もう逆に、うん、そこに何が意図があったのか分かんないけど、うん、まあ、反対はされなかったのかな、うん、そうなんだ。でもなんかじゃあやってみろみたいな感じだったのかね、お父さんは。いや、もしかしたらなんだろうな、安定した道を望んでたのかもしれない。やっぱり大学まで出してもらってるし、そうかそうか、ちょっとそこはさだ聞いたことないんだけど今読んで聞きたいわ、うん、お父さんどう思ってたのって。ただその父親の厳しい教え、うん、と母親の優しい教えはバランスもすごく良くて、あ、そうなんだ、今の自分のその、うん、まあ、じゃあ真面目と言ってもらえるんであれば、うん、そこはご両親のおかげ。でも本当に半分半分もらってるよね。そうですね、なんかすごいその真面目さで、うん、あの硬いところと、うん、だけどなんかすごく柔らかい部分も持ってて、でなんかやさおじゃん優しいよ、うん、優しいよね、うん、なんかそういうところとかもなんかお母さんのいい部分もらってんだなって。ああ、いや嬉しい、すごい思いますね。また泣くね両親。よし、 OK、 はい、でれん、めちゃくちゃ優しかった人、うん、おう、これはね、あの
イズだね。待って待って、何それ、何よ、何もう一回言ってもう一回言って。これはなんかそのイズさんその人ですね。正直、うん、怖かった最初。そう言ってたよね、うんうん、言ってた最初。一番最初あったのが確かレコーディングの時だったよね。そうです、2018年で、もう曲できてる時点で合ってるから、うん、なんかこのなんだろうな、2人のフィーリングを合わせてどうのこうのっていう前に、うん、もうはい歌いましょう、うん、で、あ、僕作りましたヒルクライマーです、うん、って感じであったから、うん、なんかもう私ももともとすごい人見知りだし、うん、もう構えちゃって、そうなんだ、めっちゃ人見知りなわけよ、本当に。だから本当によくあの周りからは、いやじゃないでしょ、うん、言われるけど、うん、あれ見たらわかるでしょ、ね違うくない今と、なんかこんなに気さくなんだっていうのは、うん、最初のレコーディングの時に沖縄のスタジオで思って、うんうんうん、あとなんだろうな、こっちが望んでること以上のものをやってくれるから、あのシャウトとか、そんなんだろうな、聞いた、まあ、なんだお前ら聞いとき覚えとけよこれだからすごいね、優しい人なんだなっていうのが。いやそんなことないですよ、優しいあと繊細で、あ、ほんと、よく知ってる、うん、そして、うん、可憐で、うん、あと、うん、そうね、一生懸命だよもうないんじゃんもうないんじゃん力強くて、前も誰か言われたんだよ、なんかね、すごい怖い人だと思ったみたいなこと言われて、うん、で、多分人見知りがすごくて、だからそれが人から見るとこう、不愛想に見えるんだろうね。あ、なるほど。でも自分の中には、なんかなんだろう、あ、ちょっと入ってこないでくださいみたいな感じを出してるんだよ、多分それって。で、その時の対応を見てるわけよ、うん、見てて、あ、この人も、あ、じゃあ、いずちゃんそうするなら、じゃあ俺もそうするよって感じでやる人なのか、うん、あれ、この人、なんでそう、なんだろう、自分に心開いてない感じなんだろう、でも僕はこういう人ですよ、みたいな感じが見れると、うん、あ、この人結構もうちょっと触ってもいいのかな、なるほどって感じな人間なんですよ。距離の詰め方が、うまいんですね、うん、うまいのこれ、うん、なんか、うん、そう感じたのはインスタライブ乱入してきてる人でしょ。あれとか、なんていうか、でもあれ絶対最初の時はやってないじゃない。そうそうそう。やって仲良くなってから、それでもやっぱびっくりしたんだけど、そうそう、うわ、こういう距離の詰め方、俺には多分不可能っていうか。嘘でしょ。なんか本当、あなたがモテる理由はわかる。え、そう。あんなんね。嘘、結構さ、もう徳ちゃんと一回いず仲良くなったら、もう家族みたいなタイプなのよ。家族なみたいなタイプでしょ、うん、そうって言うじゃない、うん、男側は、うん、きっと女性として見ちゃう。あれ、嘘モテる、嘘え、徳ちゃん既婚者でしょ。いやいや、違う、あの、でも、ほら、俺は、なんだろうな、うん、会った時に、まあね、伊豆のパブリックなイメージとして、うん、まあ、その番組バラエティとかで恋愛の話とかをしてるのを見て、うん、あ、それが全部腑に落ちた。あ、ほんと？距離の詰め方がめっちゃうまい。うまいのかな。うまいし、勘違いしてしまうよね、男はね。でも それはあれかも。伊豆がさ、結構伊豆ほら、あのアメリカンな感じで、うん、ボディータッチとか結構普通にするじゃん。そうそうそう、うん、それだよね、伊豆。前、昔も、うん、男友達に一回言われたことがあるわけよ、そういうの、うんうんうん、なんか、お前はそう思ってない触り方してるかもしれないけど、もしそれを、俺は友達だから分かるよと、うん、だから、まあ、お前がこう来ても、うん、友達としての感じって分かるから別に俺は惚れないけども、うん、知らない人にこれをすぐポンポン行くと、うん、あれ、この人結構俺に気ある感じかなって思われるからやめた方がいいよって言われて、でもなんか自分自身がもう本当にアメリカンな感じで、やっぱりこう好きになったり知り合ってこの人すごいいいって思ったら結構もう本当になんかわーって感じで行くタイプなのよ。だからもうやっぱ全身全霊で徳ちゃんに行っちゃうし、で徳ちゃんのお父さんお母さんに対してもう本当に自分の新潟のお父さんお母さんみたいな感じで本当にそんな感じになっちゃって、だから今後ともね、なんかこういう感じで、あの家族だなみたいな感じでね、あのできればいいなと。そうですね、まあ、こういう関係性になったらそうは思わないんだけどね。あの、そうだね、なんだろう、今話してて思ったのが、うん、女性のフィメールラッパーっぽいんだよ。そうそう何それ、待って、どっ
え、どういう感じ？なんかね、ロックシンガーとか、うん、ボックスのシンガーとかではなく、うん、フィメールラッパー、US のフィメール、女性のラッパーって結構強めだよね。イズに近い、本当に。え、でもさ、強いんだけど、すっごい繊細で乙女で、うん、で、距離感の詰め方がまさにそんな感じ。え、イズ、これでいいのかな？めっちゃいいと思うよ。わかんないけど、これでいいのか？いい、本当に、なんだろうな、リア。じゃあ、トクちゃん、誰も納得しないの、これ。いや、これはもう間違いない。いや、なんか、トクさん、なんかいいこと言って、見たら、この見てこのスタッフの顔。いやでも、なんか、そうね。そう思いません？男性って。なんか、トクさんがめちゃくちゃ優しい人なんだ。何よその落とし。いや面白い。でも本当トクちゃん優しそうだね。それはトクちゃんもモテるわな。いや。こうやってあげ上手だもんこの人本当に。いや、ね、さ、いい気分にさせてね。じゃあこれちょっとごめんなさい。うん、優しい男ってどう？いやこれぐらいだったら。いやこれぐらいだったら。ああなるほど。だけどこれをみんなにしてたとしても、例えばここに3人女がいるとする。うん、3人女がいて。うん、イーズの前でだけでやってるふりするのだったりわけ。なるほどね。だけどこの場でやったらみんな見てるじゃん、うん、そしたら自分だけっていう特別感はないじゃん。はい。そうするとあ、みんなに優しい人、あ、もともとそういう人ねって、うん、だけど私だけが外にいるときに、うん、アイドちゃん危ないよとか、うん、車がちょっとあれだよとかやってくれて、うん、またこっちの女性が一人でいるときに、あ、なんとかさん、こんな、うん、って感じだったら、うんうん、みんなに対して優しくても見せてるのは自分にだけっていう、ほう、なんか独占欲じゃないけど、なんかそういうのも生まれてキュンってなるかも。いや、さすがですね。さすが恋愛の神様と言われる、あの、ゆえんが分かる。優しい男って俺は損するなって思うことが多々あるんだけど、なんかね、だから優しいって言われると結構、なんか、あー、またそっちの部類に入れられたかって。やっぱ俺、もっとオラオラ行った方がいいのかなとか。いや、いやいや、これぐらいいいんだよ。そうだから、徳ちゃんさ、結構さ、MC とかでさ、オラオラ系じゃん、はいはい、なんか、お前らみたいな感じ、なのに、裏では、めっちゃペコペコなラッパーで、あ、どうもみたいな、本当にしっかり挨拶する系の、で、逆に私はそれに惹かれたわけ。そうなんだ。なんか、裏も表もない人で、好みの人もいるけど、こういう裏ではすっごいなんかビッグマウスみたいな、いや、俺新潟で2億の車乗りまして、みたいな感じで2億じゃないな、さすがに。そういう MC してたわけよ。で、うわ、すげえな、夢あんなって思って、その感じで帰ってくると思いきや、なんか、あ、すいません、エイズさんの時ありがとうございましたみたいな感じの面を 見れて、うわ、なんかめっちゃなんか、なんだろう、ちゃんと見せ方、自分の見せ方っていうのを知ってんなって逆に思って、逆にこっちが得した気分になったっけよ。あ、徳ちゃんのどっちの顔も見えてるの、私だけ、お客さん側じゃない私みたいな。ってことは私、徳ちゃんの中に入れたんだよねって感覚になったんだよね。そうだから、そこに関しては今のあんまりめっちゃいいと思う。あ、マイクの握ってる時の俺って確かにオラオラになってるの自覚ある。そのまんまプライベートも女性にそんな感じで本当は攻めたい。いや、ダメダメ。それが正解じゃない。それはダメなんだ。そうすると、あ、バカな男が攻めてきて。そうなの。あ、そうなの。うん、また広がるのよって。じゃあ正解ね。そうそう、全然正解。いや、本当、あのノリでね、攻めできたら一番いいんだよ。いや、ダメ。やめた方がいい。そんな強がっても、はい、お前みたいな話何人も聞いてきたよって。なるから。それあなただけだと思った。じゃない、本当に。本当にそのまんまがいたらダメ。ほら、見てよさ、本当こうなのにさ、ねえ、もうだから徳ちゃんが楽しすぎてこうなるよ。だからもう嬉しい。でしかもさ、こんなほどけてるのにさ、もう徳ちゃんも何も言わんしさ今気づいたらこんななしと今、うんうん、ねそっち見てなかったちょっと言ってごめんなさい。もうこんなのまた全然大きな人だからもう、いや、これさ出番前にこれをずっとやってるわけでしょ。そうだよ。あなたね、倒れるよ。いや、言って、気をつけて。マジで言って。いや、ほんとね、全アーティストだからね、私。だからさ、やばいでしょ。で、今日自分も歌うんだよ、本番。だから朝もおかしいでしょ、これ。ほんとに朝もおかしいんじゃないかなと思うよ、ほんとに。どうやって乗り越えてんの、それは。え、もうテンションテンション。もうもう本当に自分が作り上げてきたものが今日終わるっていうテンション。ああ、なるほどね。もうそれだけでやって。でも徳ちゃんも新潟でほらやるから、やりたい。これでしかもさ、いろんなこう配信とかテレビとかも多分入ってくると思うから、うんうんうん、マジで疲れるけど、でもやっぱりそれを誰かが見てるとか、うん、
それが何かのきっかけになるかもしれないと思ったらやっぱ頑張れちゃう。そういうモチベーションなんだね、うん、もう好きだからそれがね、うん、あ、めっちゃ勉強、うん、今一番勉強になった今の言葉が。でしょ、うん、そこなんだね。徳ちゃん、今日勉強して帰ってということで今日は昼くらいまでお疲れでした。ありがとうございました。